はい、こんにちは、かっぱぱです。つい先週ですね、3年ぶりにソロキャンプに行ってきました。やっぱり良かったですね。それをね、動画にまとめましたんで、ぜひご覧いただきたいと思います。4部作です。お願いします。はい、こんにちは、かっぱぱです。はい、目の前はね、高原山です。今日は、高原山のふもとのキャンプ場に、向かってですね走ってます。久しぶりにやるソロキャンプなんで非常に楽しみです。ではでは。はい、今ね11時19分ですね。はい、目の前はね、今日はね、このキャンプ場の名前言うなって言うから言わないんだけど、結構平日にもかかわらず来てますね。はいはい、とりあえずこの辺に貼ってみましょう。ざっとですけどね、貼ってみました。もうちょっとこの辺ね、たるみ取んないとダメなんだけど、今日はね、俺以外に5針ぐらいかな。うん。はい、じゃあね、今トイレ済ませてきたところなんで、この後ご飯にしたいと思うんですが、あれちょっとねたるんじゃった。ここ一応土間ね。はい狭いね、1畳ないもんね、この前室は。 GoPro だからね、こうやって広角で広く撮れてますけど、ちなみにねこっちがね寝室です。これはね、株間ともゆったり2人寝られるぐらい広いんで、さすがアメニティドームですね。はい、でこちらはですね前室です。前室はまあ一応ね、今日はかっこつけてこんなの持ってきてますね。やっぱ車で来れるっていうのはいいね。こういう重いものも持ってきますからね。とりあえず説明しますね。これがねロゴスのねクーラーバッグ、まあ、いろいろ、まあ、入ってますけど、調味料とかね、あと生肉とかね、まあ、餅とか、まあ、いろいろ入ってるんですけど、氷ね、朝入れてきた氷がね、これ全然溶けないの。すごいおすすめです。まあ山登りには持っていけないけどね。よく尾瀬キャンプ行くときはこれ持っていくんですね。重いけど。で、こっちなんですが、上から行こうか。プラティパス、水ですね。これも水が入ってます。で、魔法瓶代わりに、山栓ボトル。それとお皿類ですね。あとこれはもうよく山で使ってる、なんだっけ、トランギアの 600ml の、汚いなこれ。あとこれが最近お気に入りのですね、メスティンのラージでテフロン加工のやつですね。でこれはもう長年使ってるスノーピークの450の、はい、これはね、あ、綺麗なやつだ。2つ持っててね、汚いやつがあるの。これ綺麗なやつ。で、これはね、山にはちょっと重くて持っていけないんですけど、EPI ガスの分離式のストーブです。これ非常にいいです。あと下、これがね、ガスピアっつってね、これ岩谷の寒くても大丈夫なガス、まあ、入れてね、ストーブ代わりに使うんです。これね、不完全燃焼を起こすと危ないんで、テントの中で使う場合は、ほんと環境を良くしないと。この辺が調味料とかね、キッチンペーパーとか、そんな感じです。まあ、この100均のペラペラの薄いシート。でもあったかいんだね、これね。この上にサーマレストの Z ライト。まあ、こんだけやっちゃうと結構あったかいんですけど、今回、シュラフで持ってきたのは、オーロラの650です。まあ、ちょっとオーバースペックかもしんないね。まあ、でも暑ければね、かけて寝ればいいだけで、もう飯だね。飯作って食いたいと思います。まあ、せっかく来たんですから、まず乾杯からやりましょう。約ね、3年ぶりのね、ソロキャンプなんで、一応ね、カブパパのルーチンがあったんだけど、忘れちゃったな。とりあえず、これ安くてうまい金麦。はい、とりあえず、おお。皆さんお疲れ様です。一足先に乾杯してます。お先。ちょっとね、風強いんで閉めようか。はい、完全ね、テントの中で引きこもり生活してますけど、ソロキャンプでしかも昼間から酒飲んでテントの中で本を読むと、まあ、いうようなことをやってたんですね。でしばらくねやってなかったんだけど、まあ、今年、まあ、やってみようかということで復活しました。一応ね、酒のあてはじゃこれにしようか。豚カルビ。この締め切りのテントの中でやったら悲惨なことになりそうな気がするんだけど、外寒いしまあ少し開けてるから大丈夫かな。はい、じゃあすんげえいいね。うん、うまっ。あれ、豚の旨味が出てるね。すごいうまい。これニンニクの芽かな、これ。うん、うまいからね、全部食っちゃおうね、これ。まだこんだけ残ってる。もう残りねこんだけ。はい、ビールもバッチだ。あとはビールね、もっと買ってけばよかったな。なんでね2本で止めちゃったんだろう。これでラストビール。あとはね焼酎なんですよね。まあいっか。まあ飲んじゃべ。うん、いい。でもね、ここのキャンプ場はね、もう僕は小学校の頃からあるんだけど、まあ、その頃正式なキャンプ場じゃなくてね、昔村だったんですけど、村の管理地に買っていいよってことでボーイスカートの時やらせてもらってたんですが、まあ、今立派なね綺麗なキャンプ場 でしかもね値段が安いことからね、県外からも来るようになっちゃって、さっきね受付の栃木弁丸出しの親父がいるんだけど、平日でも混んじゃってしゃあねえよって怒ってましたね。だからあえて名前は言いませんけど、まあ、大体カブパパでソロキャンプしたらここしかないんで、まあ、検索していただければ分かると思うんですけど、今日もね僕以外に5組来てんのね。でね、平日人がいるなんてのは信じられないわけよ。まあ、僕も平日なんとかこう来れるように頑張ってきたわけですけど、まあ、それだけに流行ってんだねソロキャンプっていうのは。今日はねまあ、栃木県の田舎に伝わるね、まあ、酒のあてみたいなものを作りたいと思うんですね。以前の動画でそれ作ってます。で今回もほぼ同じものを作ろうと思ってます。まあ、お楽しみにということです。今2時ですね、2時。このねアメニティドーム S、 アメニティドームの中で一番、まあ、ちっちゃいクラスですけど、1人で使うとねこんだけ広いのねまあ広大とは言わないけど、うん、まあ、外はねまあ、ものすごい風で荒れ狂ってるんですよ。まあ、ここは風の谷みたいなもんなんで、だからね、まあ、全部アメニティドームの外張りは締め切っちゃってるんですけど、それでもね下の方から、まあ、落ち葉がポロポロなんてきますね。いやーいいね、何もしない日っていうのも、まあ、普段も大して何もしないようなもんなんだけど。はい、ね今日はこの後の予定なんですが、とりあえず今 Kindle 読んで眠くなってきたんで、まあ、昼寝でもしてね、夕方ちょっと、まあ、夕飯で食べるものの仕込みをしないといけないもんですから、まあ、それをしたいと思います。